それではこれよりヴィンセントプランに基づくランスロットトライアルの公開試験を行います。トライアルの対戦相手はグリンダ騎士団の筆頭騎士オルドリン・ジボン卿のカルランスロット・グレイルとなります。2機はこれより3回にわたる模擬戦を実施。特殊ワックス製の弾丸と標定用マーカーペイントを施した模擬刀で損害を判定、勝敗を決します。